皆さんこんにちは。神戸市民の淡井圭介です。日本人です。2023年、7月の23日、まず皆さんに、まあいろいろ対応していただきたい部分あるかと思うんですけども、まあインターネットの検索の時にですね、まず自分の僕のホームページに淡井圭介の履歴も合わせ持って見ていただかなかったら、まあ、この辺りに記載してある淡井圭介の履歴、まあ、これで、まあ、こういうのを、打ち込んでもらったら、上の方にですね、まあ、これは一般人の方向けにも、言ってるんですけども、こういうふうに、打ち込んでもらって、で、まあ、アクセスしていただくと。そしたらですね、一番上の欄のところに、新しく記載した、まあ、このあたりですね。これぐらいかな。これぐらいか、近い方がいいかな。新しく記載した欄などを記載します。まあ、違いますね。新しく書き足した欄などを記載します。まず、こう見て、新しい書き込みがないか確認してくださいと。まあ、こういったところがあります。こう押していただいたら、その日に、記載した内容や、ホームページから、YouTube にアクセスできるようにだとか、まあ、そういうふうな、場所がどこにあるのか、これを、見れるようにしています。それがなかったらね、正直数が多すぎて、みんなどこを見たり何を検索したらいいかわからなくなると思うんです。そのホームページのこの一番のところに到達しなかったら。で、一応その下にね、こう最近、まあ、YouTube に、アップロードしたその内容のね、一覧表をある程度作っています。これはまだ全てではありませんし、作りかけのところです。で、まあこの辺見ていただいて、世の中の状況とか、深くご理解していただけたらなと思います。で、重要なのは、その、YouTube を、まあ、見れるような形にはしてるんですけども、チャンネル登録をしていただいて、で、着信履歴がね、来るような形にしていただきたいんです。それは、YouTube というアプリをダウンロードしていただいて、それは、上の方、Google のその上の方に YouTube ってアクセスしていただいたら、YouTube が、ダウンロードできます。で、YouTube に関しては基本的に無料です。で、最初の1ヶ月間、無料ですけども、その後、有料にすると広告がいちいち出てこない動画が見れますよっていうものがあります。ずっと無料なのは無料なんですね。その、有料の方を選ばない限り。ですので、基本的に皆さん、動画をしっかりと、見ていただいて、国家公務員、公務員の方たち、正直行動をめちゃくちゃ間違えてます。で、当初一部、二部上場だった人たち、今プライムだのなんだのって言ってますけども、私から言わせたら、ここ日本ですか、当初一部、二部でいいんです。そこで分けてなかったら話ややこしくなるんです。いいですか？その辺のところしっかりしてください。ここ日本です。いちいちインターネットもそうなんですけども、これマイクロソフトさんとか、アップルとか、IBM とか、まあ、IT 関係の会社すべてに伝えたいことですけども、ここは日本ですので、英語をいちいち入れてこないでください。日本のその言葉に該当する漢字や言葉、まあ、カタカナでもいいです。それで表記してください。そうじゃなかったら分からなくなるんです。テレビつけてみたら分かると思うんですけども、今もう造語だらけなんです。どこの国も多分そうなると思います。元々のテレビの世界とかも、元々日本も各地方によって言語が違うかったんです。じゃあ、いろんな言語混ざりますよね。そしたら、またテレビ局の人間が意図的に、まあ、大体、バラエティ関係の人たちですよ。造語を身勝手に言い始めたりして世間に流行らそうとする。で、そういったものが世の中に流行ってしまうと、本当の意味は何なのっていうことに他国の人が見たらわからなくなるんです。本当に。で、漢字の意味でも、もう、例えば、マイルっていう漢字。まあ、ハセサンジルとかのサンの方ですよ。そちらの漢字なんか、意味6つか7つあります。
で、他国の方からしたら、これどういう意味なのっていうことにやっぱりなります。で、英語とかも同じなんです。複数の意味。全然違う、意味の受け取り方の訳し方がありますから、正直、わからないんです。で、これはどこの国でも起きてることなので、そこの国で、仕事をしようと思っている以上、そこの国のことは喋れなかった。無理なんです。本当に。で、インターネット関係もそうですけども、これはゲーム会社も同じ。しっかりとそこの国の言語に変換してあげること。まあ、日本語の、会社の名前とかをね、その他国の言語に、ただ、読みやすい置き換え方とか、それはそれでいいと思うんです。だからそこを、日本語の表記とかは、それもやめましょう。それ無理ですから、本当に。他国の人からしたら。自分の国の法律ではっきり言って手一杯ですよって。これは本当はこの世の中の実態なんですから。で、早急に政府に動いていただきたいんですけども、先ほど言いましたホームページ粟井圭介の履歴の1番を読んでもらったらわかると思うんですけども、政府に早急に対応していただきたいということで、最近、たくさん書いてる3.15。これ番号を振り分けてなかったら、欄とかを探すときに大変になっちゃうじゃないですか。これだけ行が多かったら。大体何番だったら大体この辺りにあるんだろうなっていうことで、カーソルにしても、タッチパネルでスライドさせるにしても、番号を振り分けなかったらなかなかもう探す気にもならなくなってくると思うんです。だからどうしても1番が必要になってくるんですけども、ここのね、どこか、ちょっと待ってください。ここですね。3.15。こちらです。こちらの方を、タップしていただいて、早急に、やめさせてほしい、工事とかあります。建物はもう建てすぎたんです。解体して空き地ができたら、そこは河川の土砂をかき出して、そこに一旦置いておくんです。一旦置いとく場所を作らなかったらややこしくなるからなんです。それから先その土砂の使い道はありますから、それにご理解してください。もういちいち余計なもの建てない。もういっぱい建てすぎた後、本当に。で、早急に今終わらせてほしい工事を言ってますので、早急に終わらせてください。終わらすっていうのは中止です。もう途中でも何でもいいんです。そんなの中に金属とかいろいろ加工して穴掘って建物を作ろうとして。どうでもいいです、そんなこと。マクドナルドさん、いいですか？あなたたちの記者が利益上げれるようになったのは、僕が値段上げたらいいですよって、マクドナルドさんの社長さんに言って、それでそういうふうにして利益出るようになったんですから、言うこと聞いてください。そこは空き地にしておかなきゃならないんです。で、すぐそこの、有野川のところの、土砂の書き出しした後、すぐそこに置いておけるからなんです。もしくは、一駅離れたところぐらいまでの距離でね。だから、もうみんな、身勝手なことしない。ね。本当に、エネルギーの残存量問題とか分かってない人たちばっかりだったんだから。実力なかったんだから。で、他国の人がその国内の経営なんか無理なんだから。絶対に。できないんだから。もうこれが実態なんです。だからしっかり言うこと聞いてその通りにしてください。早急に対応してください。国会議員の方たちや知事、市長、もう全員で動いてください。話そこで噛み合わないとかまだややこしいことになるから、それ見て同じ意見に合わせてすぐ動く。これを早急に行ってください。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。